クレイジーファミリー、口上手、まさかあんなに恐ろしいことになるとは、その時の僕はまだ理解していなかったのです。あれ弁当箱がない。学校に忘れたのかと僕は思いました。食べかけだから早く持って帰らないと腐るだろうな。まあ明日持って帰ればいいかと軽く見ていました。次の日、晴れないな。教室、食堂、テラスお弁当箱を置いた可能性がある。 あらゆるところを探しても見つかりませんでした。まあ、いつか見つかるだろうと思い、一週間が過ぎました。一週間後、提出物を出す用事で、職員室に行きました。すると入ってすぐの机の上に、僕のお弁当箱らしきものがありました。その時、僕の頭にあることがよぎりました。このまま持って帰ったら、絶対、母親に怒られるなと。 僕は返してもらったお弁当箱を持って帰る決心がつかず、とりあえず学校の靴箱に置いて帰ることにしました。そして月日が過ぎました。